どうも。イエーイ。はい、極量丸チャンネルです。はい。今日は前回の続き、前回大黒丸の藤原船長と一緒に、この城を浜名湖に行って捕まえてきました。はい。それがこちらです。はい。はい。この城を使って今日はフルコースを作りたいと思います。おお。なのでまず手洗いからしておきたい。はい。手をね、よく洗って。そうしましたら、まずこの白を洗っていきたいと思います。魚をなんで洗うかっていうと、うん、この海水にビブリオ菌とかそういう菌がありますんで、よく洗ってください。真水で。真水で洗いますと取れますんで、菌は。そしたら、これは昨日の、この白から出た卵と、白子です。これも後から、何かしら料理に使っていきたいなと思います。これは置いときます。そしたらこの白を洗い終わりましたんで、これをさばいていきたいと思います。三枚に。はい。まずお腹の方、まあ好みっていうか人それぞれですけど、自分はお腹の方から入れて、こういう感じですね。うん。で、反対側もこういう感じですね。はい。で、普段これ骨とか捨てると思うんですけど、これは取っときます。これも後々使うので。これは取っときます。で、この腹骨を これも取っときます。で、これで、まあ、とりあえず先ほど3枚におろしたんですけど、それがこちらでおろしたんですけど、これ3匹だけ3枚におろして、残りの1匹は塩焼き用に取っときました。へー。これは3枚におろさずに、うん、これも洗ってあるんですけど、この白は、骨が多いって言われてるんで、うん、これ今聞いてもらう、これジャキジャキってこれ骨なんですよ。で、骨が気にならないように、うん、塩焼き用に5ミリ間隔ぐらいで切り込みを入れていきます。はい、こんな感じで、こういう感じで、うん、できましたんで、これで骨が気にならずに塩焼きにできます。これあと塩を振って焼いていきたいと思います。はい、先ほど取っといた塩焼き用のこの白に塩を振っていきます。ひっくり返して、はい、そしたら切り身をしっかり。はい、OK です。これで焼き上がりを待ちます。塩焼きが出来上がったようなので開けてもらいます。さあ、オープン。じらすな。お、すごい跳ね上がってる。すごい。うわ、でもめっちゃうまそうだね。
いやー楽しみです。それでは先ほど取っておいた白子、白子をね、茹でていきたいと思います。塩をほんと軽く入れて、この中に白子を、そんなに火は通さなくていいんで、うん、こんなもんかな。そしたら鍋から入れて、でこれで粗熱が取れるまで少々見ておきます。はい、はい、そしたら今度は卵を煮ていきたいと思います。はい、もう砂糖ですね、うん、砂糖をさーっと、結構多めですね。でお酒、結構入れるだね。でお醤油、うん、で沸騰するまで待ちます。であと生姜もね、生姜も入れます。しょうがない、しょうがない。はい、そしたら沸騰してきましたんで、ちょっと味をね見ていきます。うん、いい感じです。まあ、好みにもよるけど、俺はちょうどいいかな。で、そしたらここに卵を入れていきます、はい、そしたら沸騰するまでちょっと待って、沸騰してきたらちょっと弱火にして、で落とし蓋をして、普通の煮付けだと15分から20分ぐらいだけど、まあ卵だけなんで10分ぐらい煮ていきたいと思います。じゃあ次の料理いきます。はい、先ほどさばいた時に出た中骨と腹骨、よっこれですね、はい、中骨と腹骨、これをお湯の、今ねこれお湯、はい、ただのお湯です。お湯の中に入れていきます、はい、湯の中にダイブ、もうちょっとでいいんで、はい、ちょっと白くなったかなっていうの時にザルにあげますんで、いいかな。はい、そしたらザルにジャボンと、で、わっハプニング、ハプニング発生ですね。飛び散った、飛び散った。で、これなんでやるかっていうと、またこの血合いの部分、うん、とか汚れ、臭みの原因となるこういう部分ですね、これを一回お湯に入れることで取れやすくなるんで、これを取っていきたいと思います。はいはい、はい、そしたら洗い終わりました。はい、洗い終わったらここにお湯が沸騰しますんで、この中にぶち込みます。で、打ち込んだら、まあ、ちょっと置いて、ここからすごいいい出汁が出ますので置いていきます。で、ここに
野菜を用意しました。今日は人参、椎茸、生姜なんだけど、まあ何でもいいです。ごぼうでもいいし、大根でもいいし、家にあるもので。はい。で、これを入れていきます。で、ここで料理酒、みりんを入れていきます。はい。もうこれは計らずに、トゥーじゃ分かんないから、 お酒もトゥートゥー、こんぐらい、もうフィーリングです。これで OK。 で、あとは大根と、まあ大根じゃないや、人参と、あれ大根人参等が、あの火が通ってっていう通れば OK で、最後に味噌を溶き入れて完成です。はい。じゃ あの次の料理に行きますんで。はい。はい、そしたら次の料理、次はですね、定番の酢に締めようかな。なので、まずお塩をこのバットの上に引いていきます。まあ、さーっていうぐらいで引いて、まあちょっとあとのは他の料理に使うんで、まあ、4枚で、この上からまたさーっと。あ、結構大量なんですね。だけど、しめ鯖、鯖よりは身が薄いんで、鯖、うん、だったらもっとバーッと入れるんだけど、鯖っと入れるんだけど、うん、まあちょっとこの種類の場合はこんなもんで、まあ好みですけどね。で、これで30分冷蔵庫の中で置いて水分を出したいと思います。はい、はい、そしたらですね、これ塩振ったものです。さっきこれを今からささっと一瞬水でちょっと洗い流します。まずで、洗い流したらここにお酢を用意してあるんで、お酢でもささっと洗って、でこっちの容器に開けていきたいと思います。もうこういう感じで、うん、で、今度ささっと、で、もうさーっと、で、これ洗ったら、この後に甘酢のタレを作って、で、それにつけていきます。はい、そしたら、酢締めにするタレを作っていきます。はい。今日はきび砂糖を使います。はい。きび砂糖を 50g、 ここはね、しっかり測ります。はい、だいたい49ですね。じゃあもう1足すか。はい、あれもういい。はい、50、はい、大体50ですね。はい、そしたらここに酢は250、はい、あります。で、ジップロックの中に、イケアのね、ジップロックの中に昆布入れてありますんで、これもで、酢も入れます。で、そしたら、あれ、そしたら薄口醤油もほんのちょっと
こんぐらい入れて、で、あ、ちょっと待ってくださいね、忘れてた。はい、それとこれです、鷹の爪、うんうん、これも1本入れていきます。でそしたら先ほどのこの白を、これで漬けだれは完成なので、この中に入れていきます。はい、あのよくタッパーでやられる方もいるんですけど、タッパーだとタレの量をもっと多くしたりしないといけないので、うん、これならまんべんなく浸かりますんで、でこれで1時間冷蔵庫の中で寝かしたいと思います。はい、はい、そしたら1時間経ったのでいい感じに浸かってます。出してみます。うん、いい感じ。そしたらこれをキッチンペーパーでこう汁気をね丁寧に取っていきます。で取りましたらこの皮の部分を上に向けてもらって、さっきの塩焼きとか揚げ物の時と一緒の感じで切り込みを感じで、はい、こんな感じですね。そしたらこんな感じでいい感じのお刺身で、あとは盛り付けていく感じですね。はい、はい、はい、そしたら次の料理いきたいと思います。まずはオリーブオイル、もうねあれみたいに、なんだったっけ、モコズキッチン、そう、モコズキッチンみたいに、もう、まあ、もうすごい量のオリーブオイルを入れます。で、そこにわーい、みんな大好き、ニンニクを入れて、今日は子供も食べるから鷹の爪は入れませんけど、まあ、本当は好きな方は入れていただいて、で弱火でグツグツとちょっと香りを出す感じで煮ていきます。はい、そしたらいい感じにニンニクがグツグツなってきました。そこに、あの今日はね家にあるものだけでやりたかったんで、アサリとかは買ってません。この間イカを食べたんですけど、そのあまりのゲソ、トマト、パプリカにしめじ、マッシュルームで、あとから最後にこの白が入ってきますんで、まずはイカを炒めていきます。イカのゲソうまいんですよね、これ。好き？うん、大好き。もう取れないよこれ。イカかタコってどっち派？イカ。何でもイカ？うん、種類多いし。あ、なるほどね。で、ちなみに何イカが一番好き？赤イカ。おお、いい線つくね。コウイカ。コウイカっていうかと思った。コウイカも好き。コウイカも好きだよね。あー、おいしそう。何イカが好き？いや、赤イカ。でしょ？うん、赤イカが本当に一番好き。はい、そしたら続きまして、じゃじゃーん、マッシュルームを豪快にドボン。キノコいいね、子供大好き。そうそうそう、みんな大好き。健康にもいいしね。あのキノコ系は包丁で切ると栄養分が少なくなって、手でこうやってね、割くと詳しいですね。
本当かどうかわかんないけどらしいです。栄養分も残るし食感もいいっていう。豪快に、みんなキノコ大好きなんで豪快に入れちゃいます。ちょっと強火にしてもらって、もうそうだよね、うん、マッシュルーム見てください。マッシュルームのマッシュルーム、マッシュルーム大好き。これこれいい。でそこにパプリカとトマトもね、今日入れていきます。よかった。じゃじゃん、じゃじゃん、岩塩、岩塩を量はまあさささささ、結構だね、ササササ、結構だね。でまだ味付けにポイントがありますね。じゃじゃん、じゃじゃん、ブラックペッパー、コストコのブラックペッパー。さあどのくらい、どのまあ、こんなもんだね。11回回した。まあいいけど何回でも11回です。11回回しました。そしたら混ぜて、でポイント、じゃじゃん、まあなければないでしょうがないけど、本当はパッテでも使ってほしい。アクアパッツァの時は白ワイン、うん、これをね2周ぐらい、うん、でちょっと煮詰めていきます。で、そう、味の決め手、じゃじゃん、じゃじゃん、コンソメ。コンソメ、あのね、うちはパスタの時もそうですけど基本的にコンソメばっか使うんで、まあこれ本当は砕いて入れるけど、まあ、こんな感じで入れて、はい、そしたらこれ残りの2枚です。取っておいたこれをアクアパッツァに使おうと思います。そしたらまず切り込みを、骨が多いので切り込みを入れていきます。はい、あ、切り込みつって切れちゃいました。切り込みつって切れちゃったけど、このジャギっていうのが骨なんでね。はい、そしたら片栗粉につけたこの白を揚げていきたいと思います。温度は180度。もう普段だったらバッタにあげるんですけど、今日はこっちのアクアパッツァにもそのまま入れるんで、ポンと大丈夫ですね。こんな感じで全てをこのアクアパッツァの中に揚げたやつを入れていきます。はい、はい、というわけでこの城のフルコースが完成しました。手前からこの城の塩焼き、アラで作ったアラ汁、お刺身というかスジメか、スジメのお刺身で、白子、これは白子ポン酢ですね。でこれはアクアパッツァで、卵の煮付けでですね、自分が食べようかなと思ったんだけど、今日ちょうど撮影に付き合ってくれた嫁さんと嫁さんの妹がこの城を食べたことがないってことで、食べてもらおうと思います。はい、ということで嫁さんと妹に今からこの城のフルコースを食べてもらいます。まずは妹から
あら汁を飲んでみてください。いただきます。はい。うん、すごい出汁が濃厚。この白の出汁がすごい。じゃあ嫁さんも、楽しみ。生姜も効いてていい感じかな。いただきます。うん、どう？美味しい。美味しいんだ。うん、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。じゃあ続きまして、塩焼き食べてみてください。うん、お姉さんから。はい。はい。あ、大根おろしね。はい、ちょっといいですか。はいはい、いただきます。はい。ふわふわ。ふわふわなんだ。うん。んな骨も気にならないし。へえ、硬くはない。うん。はい、妹。はい。いただきます。はい。うん。ふわふわだね、ふわふわだね。ふわふわなんだ。ふわふわ。へえ、硬くないんだ。うん。なんか身が細かい感じする、うんうん、臭くはない。ない、うん、ない。全然美味しい。じゃあ魚の塩焼きに例えると何に近いですか。あ、タチウオとか。タチウオ。タチウオ。へえ、ふわふわ。そんなにふわふわしてる。ふわふわふわね。へえ、で美味しいっていうことで、うん、美味しい。じゃあ続きまして、続いて、じゃあ奥様好きなの選んで、何からいくか。これ白子ポン酢。ポン酢いいですかね。ポン酢をね。はい、どうぞ。はい。味ポン。失礼します。はい。味ポン。なんすかそれは。いただきます。はい。いいね。ね、いいですか。はい。いただきます。めっちゃ濃厚。へえ。マジ？うん。美味しい。あっさりとかじゃなくて濃厚。へえ。クリーミー。臭くない？うん。全然。どうぞ妹も。じゃあいただきます。白子ポン酢、この白の。全然美味しい。へえ。いけるいける。うん。ね、うまい。美味しいんだ、うん、全然臭くない。うん、クリーミークリーミー。ただね、なるほど、うん、じゃあ、あ、そういえば開けるの忘れてますよ。あ、じゃん。大事なもの、大事なもの。はい、どうぞ開けてください。特定保険用食品です。ピシュッと。おー、うんうんうん、今日もお疲れ様でした。乾杯。乾杯。うん、やっぱ合う。合うね。じゃあ次どれいきますか。どれいく。じゃあこれで。はい。アクアパッツァ。アクアパッツァどうぞ。いただきます。はい、してください。いっちゃって。じゃあこのね、このシロちゃん、いただきます。はい。うん、美これもふわふわ。ふわふわなんだ。ふわふわ、なんか身がふわふわなんだね、このシロって。うん、いただきます。はい。うん、うん、ふわふわ、骨も気になりません。へえ、うん、やっぱちょっと切れ目も入れてるのもあるけど、うん、でもふわふわなんだね、身が。うん、美味しいと。うん、これはビールも進むと、うん、乾杯。乾杯。うん、そして次は卵？卵かお刺身か。卵だね。じゃじゃん。かわいいね。うん。いい感じ。なんて言ったらいいかわかんないけど、うん、美味しい。美味しいは美味しいんだ。うん、
妹いきます。妹乗せたい。でも美味しいんだけど、うん、味が美味しい。だろうね。だろうね。いや、だろうね。違う、違う、そういう意味じゃなくて。味付け最高かも。これレシピがいいわ。へぇ。よかったね。よかった。もう分量とかないけどね。チューチューって感じだけど。ありがとうございます。ここは、うん、上手だね。うまいね。よかったね。ありがとうございます。じゃあ最後のお刺身。刺身。というか、鈴木。定番の。はい。いただきまーす。はい。うん。酢加減もいい、酢加減。酢加減もいい。うん。やっぱ作るのがうまいね。おいしい。おいしい。うん。じゃあ妹もどうぞ。妹もいきますね。はい。骨も気にならない、そんなに。うん。うん。うん。骨気にならない。うん、美味しい、美味しい、全然食べれる、うん、10点満点。あ、10点満点ね。せーので10。合わない、合わない。10点だった。10点、ありがとうございます。イエーイ。さあ次は何料理をしてくれるのかな。はい、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでーす。はい、というわけで、10点満点もらいました。今回はこの白、昨日も言ったんですけど、前回の動画でもこの白ってすごい嫌われてる魚で、でも浜名湖、まあ、全国的にもいるんですけど、浜名湖ではすごい多いお魚で、ですごい下の方、下の方に見られてる魚なんですけど、初めて食べる女性の方でもこんなにやらせとかじゃなくて美味しく食べてもらえたっていうことで、まあ良かったかなというふうに思います。皆さんも真似して作っていただけたらなと思います。藤原船長やったよ。やったよ。ということで、美味しそうだなと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回面白い動画撮りますんで、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。